王道マヨの作り方教えちゃいます。こんにちは、池田しおりです。みさきです。はい、今日はナチュラル眉の描き方、一番王道な描き方をやってみました。ちょっとこっち、すいません、はい、ふえさんも描いてるんですけども、今日はなんとパウダーアイブロウと眉マスカラの2つしか使ってませんね、とか言ってすごいですごい一番眉毛って描くの難しかったりとか、一番お悩み多いと思うんですけど、本当にシンプルですごい簡単な眉カットのやり方も一緒にやってるので、ぜひお悩みの方は参考にしてもらいたいなと思います。はいはい、それでは今日も動画スタート。フェイスパウダーをつけていきます。眉毛を描きやすくするためにしっかりとパウダーをします。アイブロウパウダーを使っていきます。真ん中の色をブラシに取り、眉毛の中間の部分の下に足していきます。濃い色を筆に取り、眉山と眉尻をつなげていきます。長さはだいたい小鼻の延長ぐらいまで伸ばしていきます。一番薄い色を取ります。眉頭は下から上に向かって色をのせていきます。そうすることによって立体的に見えてくれます。ブラシを使って眉毛全体をぼかしていきます。優しく毛並みに沿ってぼかしていきます。まず眉頭の部分は下から上にブラシを入れて、はみ出た部分をカットしていきます。中間部分はブラシを上から下に当てて、下にはみ出てきた部分をカットしていきます。眉尻もブラシを上から下に当てて、はみ出た部分をカットしていきます。眉毛の周りに入った産毛の部分をシェーバーで落としていきます。下の部分も同様にやっていきます。上に少し引っ張りながらやっていきます。眉マスカラをつけていきます。毛流れに合わせて塗っていきます。まず眉頭は下から上に、そのまま毛流れに沿って真ん中あたりはしっかり色をのせていきます。一番濃い部分なので。一番王道な眉毛の描き方になっていますので、お悩みの方、ぜひ参考にしてみてください。